祭祀の様子返金を演奏する、僧病祭礼祭は、国王が進化を率いて、歴代王の魂が眠る宮を祭る、李氏朝鮮王室の祭礼儀式。年に一度、毎年5月第1日曜日、歴代王と皇后の霊が眠る僧病で行われる、僧病大祭とも、元来、四毛作といって、春夏秋冬のそれぞれの季節の初めの月と、その年の12月に、 年5回行われていたものだが、現在は年に一度だけ行われるようになり、そのスケールは、韓国最大の伝統行事といっても、過言ではない。王が直接葬病に出向いて先祖に感謝し、国の安泰を祈り、祭祀という受教的な儀式を行った。祭祀は、日本統治時代には行われなくなったが、独立後復活した。王の末裔にあたる前州理士の一族の人々が、 集まり、伝統的衣装をまとって、祭礼学、学章など、当時さながらの大祭を行っており、その模様は一般公開される。この儀式は、無形文化遺産保護条約の発行以前の2001年に、傑作の宣言がなされ、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に掲載され、無形文化遺産に登録されることが、事実上確定していたが、 2009年9月の初の登録で正式に登録された。周囲、祭り館が指定の位置につく受け行礼、遺表出し祭祀を始める、脳裸礼、神を迎える神仙、最初に備え物を置く小もまないた、神の席を清める初賢礼、最初の酒をあげるあ賢礼、二番目の酒をあげる終わり賢礼、三番目の酒をあげる陰福、神の恵みをいただく、トールナマ豆、 備え物を取り下げる送信、神を見送る、持ち庭ビレ祝文と石文を焼く。ありがとうございます。